はい、帰ってきました。ラウンド6でございます。5かな ?6 か。次が7ですかね。はい。で、このマップも3ヒットです。はい、3回ヒット足しにます。ということで、まあ、あんまりいないかなと思うんですけど、まあ、一応取りました。はい。で、何の話を振ったっけな。そうですね。待てよ。突然出てくることか。そうですね、クランの話ですかね、クランの話。待てよ。ハイジリを作ってから、ハイジリ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 。ボン。ですね、どこまで話したっけな。あ、そうですね、まあ、アームズが、ゴーストが始まってから復活をしまして、で、アームズから、ラッシュに入った、僕を含めて5人ぐらいですかね、元アームズメンバーがいつ抜けるかという話をしていたというところまで話したと思うんですけど、ですね、で初めはですね、まあ、すぐ抜けようという話になったんですけど、もちろん、ね、アームズが解散してから、すぐ拾ってくれたということに関して、非常に、クリマさんとかに感謝をしておりましたので、すぐには抜けられないなと思っていまして、まあ、しばらく続けていたんですけども、で、しばらく続けてから、また抜けようかという話になりまして、まあ、今度こそ抜けようかと思ったんですけど、ちょうどその時期にですね、ルカさんとかがですね、抜けまして、ラッシュクランを。僕にも直の LINE で来たんですけど、あと、ドンちゃんさんがですね、まあ、ごたごたで、まあ、一応入ってますけど、まあ、なかなかゲーム出ないとかですね、新参組ですね、新参組。美容の後期になってから入ったですね、新参組も次々と抜けまして、まあ、結局、プレイをしていたのが、ラッシュクランでも3人ぐらいだったんですね、まともにプレイしていたのが。まあ、その状況下で、まあ、やすやすと抜けられるかというと、もちろんそんなことなかったので、まあ、なかなか抜けられないなとか言いながら、ね、まあ、ゴースト中盤まで待ったんですけど、まあ、そこからですね、まあ、ベリーちゃんとか、まあ、ビンビンとかが入ってきたので、まあ、このタイミングで抜けようかということで、抜けようかなと思ったんですけど、ね、そのアームズに帰る条件として、まあ、プレ法を持っている人があるという、まあ、強制ではないですけど、まあ、持ってなければ一緒にできないので、まあ、プレ法がいると、まあ、言われたので、どうかなと。で、僕自身もですね、もうその時期にはもう、パソコンが欲しいなと。で、クリマさんにも、ラッシュ PC ディパートメント、ラッシュ部門を作ると言っていましたので、さすがにね、まあ、知ってる人多いと思いますけど、まあ、ハイスペック PC を買って、クソスペックなプレ4を買うのはちょっとどうかなと、ね、4万かけて買うのはどうかなと思ったんですね。まあ、実際、このパソコン20万かけてますし、ね、まあ、プレ4を買ってアームズをするのか、ね、パソコン買ってプレス8併用して、ラッシュクランとワイワイするのかと、まあ、考えますと、やっぱりラッシュクランにいようかなという決断になりまして、結局、元アームズクランでラッシュに残っているのは僕だけなんですね。ファイルさんね、ファイル7、ファイルさんがちょっと今どうなってるかわからないですけど、多分他の人はもう全部、レイブンさん、パンドラさん、フェデラルさんですかね。あの辺の、まあ、競合はですね、僕以外の競合は、アームズクランに帰っていて、なんか噂によると、プレ4の方の日本人クランでは、アームズが一番強いんじゃないかっていう噂を聞くんですけどね。まあ、どっちが良かったかっていうのは、まあ、わかりませんけども、僕はまあ、このままで良かったんじゃないかなと思ってますね。まあ、一応、まあ、いつでも帰っていいということなんで、まだわかりませんけど、まあ、基本的にまあ、ね、まあ、パソコンの方で実況していこうかなと考えておりますと。ね、まあ、非常に、ブラジル人クランですけども、まあ、日本語ペラペラですね。多分僕より上手いと思いますね、日本語。ペラペラですね。多分あの時はですね、確かですね、赤丸さんっていう、ね、まあ、知ってる人もいるかもしれませんけどね、あんまり強くはないですけど、非常に顔の広いブラジル人がいまして、多分その方にですね、ラッシュと、ね、ラッシュクランに合わせてもらったと思いますけど、彼がですね、まあ、2週間ぐらい前にブラジルに帰りましてですね、非常に悲しい思いをしているんですけども、彼はすごいんですね、まあ、うまくはないですけど、顔が非常に広くてですね、何クランだっけな、ロイヤルクランですかね、数字の6に、スペルで Y、A、L ですかね、L は多分大文字ですかね、ロイヤルクランを作ったのは多分彼だと思うんですね、確かそう聞きました。一回アームズクランですね、ロイヤルクランでですね、モダン3でインターチェンジをクラン戦でやったんですけど、ボッコボコにされた曲があります。めっちゃ強いですね。今どこ行ったんですかね、ビカスさんとかの辺の競合は。まあ、その単体で強いというより、彼らは、そのチーム力が半端じゃないですね。もう本当に、はい。めっちゃ強かったですね。ということでですね。まあ、その食べてる間にダブルタップと、スピード4を取りました。多分行けるところは多分こんなもんじゃないかと思いますね。さっきビデオ撮る前に気づいたんですけど、これRP7 のこれ買います、でも日本語ってあれですね、難しいですね、難しいです。僕もね、もう就職が決まりまして、おそらく将来は、海外にね、行こうかなと思ってるんですね。そのために、まあ、英語で実況するともあるんですけど、海外。で、最近はですね、結構、トイックとか言いますけど、トイックはほとんど関係ないですね。はい。結構、就活になると、トイック何百点以上の人がいるとか、まあ、ありますけど、もちろん、まあ、基準点としてはあると思うんですけど、本気で海外行って英語を喋りたいと思えば、トイックとかというよりも絶対そのスピーキングスキルですよね。まあ、ヒアリングはまあありますけど、喋れなければ話にならないのでね、もう紙に書いて、ね、伝えなんてそういう原始的なことはできないので、そうですね。もちろんトイックでね、点数を取るというのはもちろん大事ですけども、僕がやっぱ言いたいのは、そういうところよりも、外事さんの授業を受けて英語を喋られるようになるっていうのがやっぱ先だと思いますね。なんで僕もトイックのスコアはですね、非常にヘボくてですね、まあ、人には言えないぐらい勝負いいですね。はい、まあ、半分はありますけど、はい、半分はあります。そうですね、リスニングはですね、8割ぐらいあるんですけど、文法がボロボロですね。まあ、多分英語を理解できるかだったら、僕の英語の実況を聞いてて、なんだこいつの文法はと思う方も結構いいと思いますね。はい、文法ボロボロです。でもですね、結構、外国留学して、結構韓国人とか中国人の英語を聞いてると、もう英語の文法がですね、ボロボロなんですね、本当に。ボロボロなんだけど、わかるっていうレベルなんですね。っていうことで、わかればいいんですよね、わかれば。わかればいいんで、もう主語動詞とかね、SVOC とかね、硬い英語を教えてる先生いますけど、正直ですね、あれなくても、ね、いいんですよね。もう、最悪 OK と NO が言えればわかりますし、主語と動詞が逆転してようが、まあ、通じるんですね。まあ、それは最高はやっぱり文法もわかれば最高ですけど、まあ、わからなくてもできるということですね。もちろんそのトイックとか英検とかもまあ大事ですけど、やっぱり本気で海外行きたければ、その僕ぐらいね、まあ、下手くそでもまあなんとか英語はわかるぐらいいいぐらい喋られれば、まあ、トイックのスコア800点持ってるよりも僕はそっちの方が大事だと思いますね。その税理士とかその通関士ですかね、通関士、そういう特殊なスキルを身につけたい人はもちろんトイックがいりますけど、まあ、そうじゃなくて、まあ、単純にですね、その外国に行ってその外国人とミーティングするとかいうのであれば、日常会話レベルですねはやっぱりトイックとかよりも先にスピーキングとかヒアリングを身につけた方がいいと思いますね。と思います。はい。と話してる間にこんだけポイント貯まったんで、あと、こんだけと思います。あと多分ないと思いますね。なんで、そうですね。あ、彼でいいかな。マップはこんだけだと思うんで、まあ、武器改造できたらして、ファイナル3の人終わりですね、このマップは。はい。ちっこいマップですね。で、マップの端っこにいれば多分大丈夫だと思うんですけどね。結構近場でリスポンスになる。スリーヒットどこですからね。気をつけないと一瞬死にます。どうかな。よし、じゃああれ。タイプ1ハンドルと改造しようかな。ね。はい。1100ぐらいですね、サムラです。外人さんはサムラが好きですね、この間。そうですね、外国行ったら、僕も行ったことないんで分かんないですけど、結構侍が好きみたいで、まあ、侍の話をすると非常に喜ぶらしいですね、ラインさんは。ハンプソンも。ギオマティック、ギオマティック。何だな。おお。3って多分これはバークトバージョンのマップじゃないと思うんですね。多分パッカパンチがあるんで、多分ダーライズディアリーゼバージョンだと思うんですけどね。これマップメーカーミスですかね、これ。で終わりかな。終わりか。よし、ちょっと見て、このいい感じにほらうちに弾飛んでるけど、いい感じにこうバリアね。僕もね、これずっとこれやってて、結構マウスになりましてですね、パッドが全くできない、全くじゃないですけど、ほとんど使えなかったので、結構つらいですね、ベースに行くのが。こうマウスは結構、まあ、難しいんですけど、慣れてくると、まあ、簡単になって、まあ、噂によると、まずい。噂によると、あれ、バグった。バグった。噂によるとですね、まあ、マウスの方が強いという、まあ、言われてますけど、ね、まあ、実際のところは知りませんけどね。まあ、まあそのスナイパーとかって多分回すのが強いと思うんですけどね。終わったな。結構あれやな、サックスの引っかかる。そうですね、僕もまあ大したマウスは使ってないんですけど、マウスがやっぱ強いんですかね、オンラインでは。なんで僕も結構バトルフリーとか行くんですけど、パソコンで。やっぱあの辺はもう、神っすね、敵は。なんか、エイリアンみたいなマウス持ってるんでみんな。本当に、エイムしたら死ぬみたいな感じで。やばい。ああ。待てよ。すごい。あれ、よし、じゃあこれなんか一個選んで解除しますか。モンキーなんでよし、これをラストの武器にします。すごいですね、なんかすごいな、カラフルですね。これもうなんかね、何色が見えるとかっていう表現を英語では、まあ、C とか言いますけど、よく使うのが、まあ、僕も使うんですけど、ブローですね、ブロー、育てるとか言うんですけど、ブロー使うんですよね。結構面白いですね、英語ですね。だからまあ、目の前にあるのが、まあ、白色なんで、白色のランプが見えるっていう表現を英語では、White color is glowing the deer at this building っていうんですね。glowing っていうんですね。面白いですね。はい。ラッキーです。ああ、いいな、ビビ。ビビビビ。改造空気にするのがいい。あー、消えた。はい、消えました。まあ、というわけでですね、まあ、序盤でも言いますけど、まあ、いろいろ意見があると思うんで、なんか、苦情とかね、まあ、もっとこうしたらいいんじゃないかっていう意見がありましたので、どんどん YouTube とか、あと、まあ、Twitter もありますんで、Twitter の方にどしどしメールしてくれれば、必ず返しますんで、はい、お願いします。はい。ということで、以上ですね。はい、ありがとうございました。ね。